中国国際航空宇宙博覧会で展示された機体 AG-600 は中華人民共和国の中国航空工業集団参加の中高通用機きが開発した多用途飛行艇である。愛称は混流。なお AG-600 は水陸両用機であり本格的なランディングギアを装備している。2008年に北京で開かれた 中国航空工業成果展覧会において2009年度からの研究項目との出展名で展示されたパネルにて発表された機体で1970年代中盤に開発されて中国海軍で運用されている水とどろき5型多用途飛行艇の後継として開発されている大型飛行艇である海洋における救難以外にも改造により空中消化 海洋調査などへの対応も可能。救難機としては、最大で12時間の対空、航続距離は 4500km、2m 以上の波に対応した着水能力を有し、最大50名を収容可能である。また屋外治療設備等の大型救急機材の搭載も可能とされる。空中消火機としての能力は、 水上を滑走しながら20秒以内に12トンの水を機内のタンクに給水可能。機体部品の95%を国産で賄うとされるがエンジンは EU チェンコ設計局のライセンス生産である。2009年1月には中国の大手銀行従業が中国航空工業集団講師に対して今後10年間で 合計1760億人民元の融資を行うと発表しており、JL-600 の開発は、この融資を受けて開始される、新型航空機開発計画の最初の一つとなる予定で、2009年2月に中国航空工業集団講師が発表したところによれば、主海市に新たに建設される航空機の設計、 組み立て工場において総額30億人民元を投じ4年内に JL-600 の初飛行を実現させる計画である。同年9月5日には主会市において中国航空工業集団講師より JL-600 の開発計画の開始が正式に発表された。この発表会では JL-600 は大型の消火。 救助用水陸両用航空機とされ、最大離水重量60トン級の機体であり、世界最大の水陸両用航空機となるとの解説がなされた機体の完成予想模型が展示されていた。2011年には2015年に初飛行予定と発表され、同時に最大離陸、離水重量5万3 5 0 0ラム実用航続距離5 0 0 0トルとのスペックが、 公表された。2014年7月には設計作業が完了して、プロトタイプの製作が開始され、2015年後半の初飛行を目指していると発表された。2015年7月17日には、プロトタイプの最終組み立てが開始し、2015年年末の前に終了され、2016年前半に初飛行予定と発表された。 2016年7月23日、中国関東省の主会医師、アビック工場内にて、飛行試験機が約7年の製作期間を経て、完成公開された。同年12月30日、初号機が試験飛行センターに引き渡された。2017年12月24日、陸上での初飛行に成功。中国中央電子台で、生中継が行われた。 2018年8月30日、首海禁湾空港から離陸し、湖南省などの空域を経由して、湖北省啓門市の啓門、川空港までの飛行に成功し、水上でのテストに移行すると発表した。同年10月20日、啓門、川空港で水上での試験飛行に成功した。2020年7月26日、海上での初飛行に成功。 AG-600 は、公安部が、洋上紹介と、漁業監視に、交通部が、海上救難に、林業部が、消防任務にそれぞれ導入する計画を進めており、海軍も老朽化の進む SH-5 の後継として、海上救難型の導入を計画しているとされている。航続距離は、当初の発表よりも減少した 4500km となったが、 南シナ海で中国が開発を進めるすべての人工島へアクセス可能であり人員や物資の輸送に活用されることが示唆されている。2015年4月にはすでに17機を受注したと発表された。この他にも海洋での環境調査や保護活動に活用されると報道されている。開発当初から海外への輸出を想定しており、 売り込みが図られているマレーシアやニュージーランドなど多くの島を持つ国が関心を表明している出典 AEROSPACTECHNOLOGY.COM ポピュラーサイエンスフライトグローバル g u n d m i l i t a r i f a t o r y c o m 初原性能ありがとうございます